2019年に大ヒットした携帯型レトロゲーム機 RG350 の進化型 RG350M を紹介します。動画の内容は開封レビューから本体の各部詳細、実機によるテストプレイや覚えておきたいショートカットの紹介、最後にまとめと感想となります。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速、開封していきましょう。まずは本体です。充電用の USB Type-C ケーブルです。取扱説明書は2枚入っていて、ユーザーズマニュアルと、クイックスタートガイドになります。どちらも英語と中国語で書かれていて、日本語はありませんでした。同梱物は以上となります。次に本体の各部詳細を見ていきましょう。RG350 のサイズ感はそのままに、ボディの素材がアルミニウムに変更され、少し重さが増えましたが、アルミニウムの光沢によりちょっぴり高級感もあったりします。本体の仕様は、このようになっています。サイズ感は、iPhone 8とほぼ同じですが、本体の厚みは少し大きくなりました。 GKG350H とほぼ同じ厚みです。 RG350 と比較してみるとこんな感じです。本体右側の操作部分を見ていきましょう。十字キーとアナログスティックの位置が変更され、RG350M では、十字キーが上になりました。これはかなりグッドポイントです。操作感も申し分なく快適に遊べます。その下にあるアナログスティックも形状が変更され、スイッチのアナログスティックと似たような操作感です。RG350 よりも高さがなく、よりコンパクトになったのも、かなりグッドポイントです。本体右側も見ていきましょう。4ボタンの押し心地やサイズ感は、RG350 と同じ感じです。ボタン連打やボタンの同時押しも問題なく、とても快適です。右側のアナログスティックも形が変更され、スイッチのアナログスティックと似たような操作感です。どちらのアナログスティックも押し込みが可能で、L3、R3 ボタンとして機能するようです。本体の左側面には、ボリュームスイッチがあります。スイッチのサイズは少し薄くなっていますが、しっかりとクリック感があり、操作中に誤爆するようなことはありませんでした。本体のボトム部分です。RG350M では、マイクロ SD カードスロットが2つになり、システムデータとゲームデータを分けて管理しやすくなりました。リセットボタンは少し奥まった作りになっているので、不意に押してしまう心配はなさそうです。本体の右側面には、電源スイッチがあります。スイッチを2秒ほど長押しすると、システムが立ち上がります。また、電源スイッチとの組み合わせで、ショートカット機能が使えます。本体のトップ部分を見ていきましょう。サイドには、L1、L2 ボタン、R1、R2 ボタンがあり、端子部分については左から、USB Type-C の OTG 端子、Mini HDMI 端子、ヘッドフォン端子、パソコンとのデータ通信と充電用に使う、USB Type-C 端子があります。OTG 端子は、外部コントローラーを接続したい時に使用します。本体の背面を見ていきましょう。
本体のバッテリーは 2500mAh で約6時間ほど遊べるようです。また RG350M では新しく背面にグリップパッドが搭載されました。とは言ってもほとんど厚みはないので、本体を持った時の滑り止めとして使ったり、机の上に置く時の衝撃や傷から守る役割と思っていいでしょう。雑に置いてもアルミのボディが傷つかず、本体自体の滑り止めにもなって、なかなか考えられたゴムパッドだと思いました。それでは次に実機によるテストプレイに移りましょう。Get ready?
引っ込んでな。滅びよ、ここはお前の住む世界ではない。私は自らの力で蘇るのではない。くだらん。どちらが正しいか死をもって分からせてやる。バカな、この私が。続いて、覚えておきたいショートカットについて説明します。一つ目は、簡易リセットについてです。簡易リセットをするには、電源スイッチとセレクトボタンを押します。二つ目は、ディスプレイの起動調整についてです。ディスプレイの明るさを変えるには、電源スイッチとボリュームスイッチを押します。明るさは10段階に設定できるようです。ボリュームスイッチを長押しすると素早く調整できます。3つ目はディスプレイのアスペクト比の変更です。画面のアス比を変更するには電源スイッチと A ボタンを押します。本体の初期状態で画面が細くなっている場合はこのコマンドを試してみてください。エミュレーターの設定からビデオスケーリングへ進み、ニアレストに変更すると、アスペクト比が固定されます。同じ全画面表示でも、ゲームによってはドットが潰れたりするので、遊びたいゲームに合わせて調整してみてください。最後に、OTG 端子について説明します。まず準備するものとして、USB Type-C 端子と USB-A 端子を変換するケーブルを用意してください。A 端子の方に使いたい外部コントローラーを接続します。変換ケーブルを OTG 端子に接続したら、一度エミュレーターを再起動しましょう。そしたら、エミュレーターの設定よりボタンコンフィグへと進み、各ボタンの設定をすれば準備完了です。いかがだったでしょうか。良かった点をまとめてみると、解像度が倍のサイズになった、液晶の光沢感が増し、より綺麗に見えるようになった、カードスロットが2つになり管理しやすくなった、アナログパッドの位置が変更された、といった感じです。気になった点をまとめてみると、アルミ筐体で少し重たくなった、解像度が上がった音程はいまいち感じない、逆に動作が少しもっさりに感じる時もある、 HDMI 出力は現時点で不可能、といった感じです。 RG350M の一番の売りはやはりアナログパッドが改良され、めちゃくちゃ操作しやすくなった点だと思います。個人的にこのレイアウトが携帯機の完成形だと思いますし、この変更点だけで RG350M を買う価値は十分にあると思います。 HDMI 出力が現時点でできないのは残念ですが、ここは今後のアップデートに期待しましょう。解像度の問題についても、エミュレーター側が画面サイズに合っていると
RG350M でもめちゃくちゃ綺麗に見えるので、エミュレーター側で解像度の更新がなされることを期待したいです。気になった方は、動画概要欄に商品リンクがありますので、チェックしてみてください。最後までご視聴、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と評価、よろしくお願いします。